高君です。本日は辰野市のね、H 様邸の方にね、来ております。はい、今日はね、まあ明日このね、外周部の足場がなくなるという形で、外周部屋根等のねチェックに来ております。テレビのアンテナもね、今回はテレビアンテナを上げるという形で、なりましたので、その分もね上がっておりますし、このような形でワイヤーとかで、しっかり止められております。途中で角度が変わってしまったか。パイプホルダーの方も取り付いております。つまめの起点の方もね、上の方はね、まあ問題なさそうな感じなので、よいしょ、綺麗な状態に、仕上がっております。はい、内部の方です。今日もね、山本大工さんの方が作業ね、造作の方を進めてくれております。ほぼほぼね、中の間仕切り等をね、込み終わって、あとはね、壁の石膏ボードとか、細かいね、造作で木で作る分がね、残ってるのかなという感じですね。はい、下地も入ってますし、天井裏とこんな形になるんです。2階の方も同じくですね、電灯を貼れて、中の間仕切りがね、できて、あとは壁を伏せて、
で押し入れのね枕棚とか銃弾とかをね、作ったら完了かなというところですね。2階の天井も天井になってねできてます。